今回紹介するのは、熊田洋子さんです。日本のタレント、グラビアアイドル、YouTuber として活躍しています。1982年、5月13日生まれ、この動画公開時の年齢は41歳。高校3年生の時、週刊少年マガジンの水着コンテスト、ミスマガジンに応募。最終選考まで残ったものの、母親の反対により辞退。その後、 看護学校へ進学。2001年、芸能界への夢を諦められず、オーディションに参加。見事合格を勝ち取り、芸能界デビュー。2006年、歌手デビュー。2010年2月、ダイエット本を発売し、話題を集めました。2011年5月、亀田光希選手の依頼により、ラウンドガールを無償で務めました。2021年3月、K1 ワールドグランプリ。 2021でラウンドガールを務めました。他にも数々のメディアで活躍し、現在に至ります。趣味はカラオケ、特技は一輪車です。近年では体型維持を目的としてゴールダンスに取り組んでいます。ゴールダンスの練習をしている様子は、彼女の YouTube チャンネルに動画があります。興味がある方はチェックしてみてください。とても魅力的な体型のようこさんですが、 高校時代までは肥満体系だったようです。当時の彼女は、アニメ、キテレツ大百科に登場するキャラクターである、豚ゴリラというあだ名を付けられていました。この豚ゴリラ、実は、ヨ子さんと同じ、熊田が名字なんです。作り話かと疑うほど、よくできた話ですよね。そして、この話には続きがあります。彼女がダイエットを決意したきっかけは、人気俳優の、綾野剛さんだというのです。 綾野さんは、洋子さんと同じ高校の一年先輩でした。当時、洋子さんの憧れの存在だった綾野さん。彼女のその乙女心が、ダイエットを決意させたそうです。そうして、多くの紳士たちが彼女に夢中になりました。綾野さんがいなければ、洋子さんのグラビアはなかったかもしれません。綾野さんに感謝ですね。今回の内容は以上です。この動画が面白かった方、 陽子さんをもっと知りたくなった方は、高評価を押してください。動画の感想や要望があれば、気軽にコメントしてくださいね。このチャンネルでは日本の美女をはじめ、世界の美女を紹介しています。興味のある方はチャンネル登録がおすすめですよ。またね。